幕末の江戸無血開城を実現、新政府軍との戦闘を引け、江戸城の無血開城を西郷隆盛と交渉し成立させた。異国船打払令の反対、閉国政策の中、異国船打払令に反対し、海外の技術や知識の導入の重要性を主張した。海軍訓練所の設立、日本最初の近代的な海軍教育機関である長崎海軍伝習所を設立し、日本の海軍力強化に貢献した。ペリー来航時の対応、黒船来航時に交渉に関わり、その後の日米和親条約締結に影響を与えた。文化人としての交流、幕末から明治にかけ、多くの文化人や政治家と交流、後の日本の近代化に影響を与えた。